愛媛自転車大好き。自転車に関するさまざまな情報をお伝えしていきます。今回のテーマは交通安全ルール編。高校生にサイクリングの正しい知識や技術を身につけてもらおうと開催される自転車甲子園本番の様子を紹介します。今日は自転車甲子園の会場に来ています。高校生たちが続々と集まってきています。自転車甲子園は自転車を利用する機会の多い高校生が自転車やサイクリングに関する正しい知識や技術を身につけるとともに、サイクリングを通じて地域の魅力を見つけてもらおうと開催されていて、今回で3回目です。県内の高校生だけでなく長野県の高校生も出場してくれているんです。各校3名が出場して様々な種目を行い、総合得点の高い4校が決勝の討論バトルへと進みます。最初の種目はクイズです。自転車に関する法律やマナーの知識を競います。続いての実技試験はヘルメットの被り方審査から始まります。その後は会場を大街道へと移して一本橋やスラロームなどの課題をクリアできるか審査員がチェックします。そして地域の活動や取り組みに関するスピーチ発表です。決勝に残った4校が道路交通法をどのようにして守っていくのかについての討論バトル、さまざまな意見を戦わせました。結果はこちら。最優秀校はドイツ高等学校。おめでとうございます。高校の皆さん、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがですか？もうとても嬉しいです。今後も引き続きこの交通安全教室を続けていって、いろんな方に安全を伝えていきたいです。自転車の教育の話とか今盛んに議論しているところなんですよ。なので今回の経験を生かしてですね、東京の委員会とかまさしくやらなきゃならないと思っているので、ここに参加してた方々がこう見方が増えたかなっていうんですかね、純粋にそう思ってます。ここで愛媛自転車大好きクイズです。自転車にはベルや反射機材を備え付けなければならない、丸か×かでお答えください。正解は丸です。道路交通法などでベルや反射機材もしくは微灯を備えなければならないと規定されています。ここで番組からのお知らせです。ヘルメットを1名様にプレゼントします。南海放送アプリもしくはホームページ、そして愛媛県の自転車ポータルサイト乗ってる愛媛をご確認ください。また乗ってる愛媛では自転車に関するさまざまな情報が掲載されています。ぜひご覧ください。続いて愛媛県からのお知らせです。愛媛県自転車新文化推進協会では四国一周サイクリングのチャレンジャーを募集しています。エントリー料を支払い、サイクルジャージとチャレンジパスをゲット。完走すれば完走賞と記念メダルをプレゼントします。皆さんも四国一周サイクリングに挑戦し、四国4県の魅力を肌で感じてみませんか？詳しくは四国一周サイクリングホームページをご覧ください。愛媛自転車、はい、